テムを一つずつご紹介していきたいと思います。今私が着ているのがコクーンシルエットドレスになるんですけれども、このコクーンシルエットっていうのは前回の 2022SS のアイテムでも生地が違うものでお作りしてるんですけど、コクーンシルエットウエストあたりからちょっとこう丸い感じのシルエットっていう感じで、ちょっと個性的なあのシルエットのものになるんですけれども、あの前回その作った生地違いでお作りしたドレスがもうすでに完売していまして、すごくあの人気なアイテムだったっていうこともあって、今回 FW のアイテムとしても素材を秋冬仕様に変えてまた作りました。で、少しこの素材にはウールが入っているのでより上質な素材になってます。で、今回は全体的により深く生地にこだわりを持って作りましたので、全体的に上質な、より上質なもののラインナップとなっています。はい、これはですね、ポッケがこういう風についているので一見上品な印象ではあるんですけど、こういうポケットがついていることで若干こうカジュアルさも、感じていただけるアイテムになっています。で、後ろはこういう風にスリットが入っているので、あのコクーンシルエットでもこういう風に歩きやすく、はい、着やすくご着用いただけるアイテムになっています。で、色がブラックとカーキベージュという2色展開になっていて、でこの素材でお作りしているのがフレアロングドレスと、あとスカートとパンツも全く同じ生地でお作りしています。で、あのこの首元がスクエアになっているので、角っこがこう四角いものと、あとこのウエストから裾にかけてのこの丸みとのバランス感もお楽しみいただけたらと思います。コクーンシルエットドレスの、カーキベージュを着ました。で、ちょっとあの系統が全然違うスニーカーと合わせて着ています。で、一見やっぱりこういうちょっときれいめな印象のお洋服には結構きれいめ なんか革靴とか合わせがち、パンプスとかそういうのを合わせのがいいのかなと思うんですけど、私はこういうもうきれいめな服にがっつりスニーカーとか合わせちゃって、なんか系統は違うんだけれども一緒に合わせることですごく倍いいなっていう個人的に思ってるので、こういうスタイリングにしてみました。このカーキベージュの色ってなるとやっぱり黒に比べて若干ちょっとカジュアル要素が増えるかなと、カジュアルな印象にワンピース自体も変わるかなと思うんですけど、これを1枚でこういう風にあのノースリーブでこういう風に着てしまうっていうのもいいと思うんですけど、中にタートルネック、まあ、薄手でも厚手でもあのハイネックであったりタートルネックの組み合わせの仕方もすごく可愛いかなと個人的には思っています。フルリッチフレアドレスの黒を着てます、はい、これがすごい裾にかけてドレープ感がものすごくたっぷり入っているもの でこの袖なんですけども、最初は長袖でもいいかなと思ったんですけど、もう結構この七分丈っていうのが結果的にポイントになっていて、やっぱりこの指とか腕のアクセサリーがしっかり見えるっていうところがすごく可愛いなと思っていて、あと結構このもう丈感も割と長めであの作りしているので、全体的に布の面積がすごく多いんですけど、この七分丈にすることでちょっとここで肌感を感じていただけるので、ちょっと抜け感であったりっていうのもポイントの一つです。こういう風に後ろも特にスリットとかもないので、もう完全にドシンプルなあの存在感のある一枚。フルリッチフレアドレスのカーキベージュになります。足元は、黒の旅ブーツを合わせてみました。やっぱりあの一見シンプルなんですけど、すごくたっぷり贅沢に生地を使用しているので、存在感がものすごくあるドレスになります。オーバーシルエットトレンチコートになります。中にはウールリッチフレアドレスのカーキベージュを着ていて、足元があのレジャーの旅ブーツを合わせてます。ヒールが高めの、でこのポイントとしては襟がこういう風に立たせた状態ですごくスタイリッシュなシルエットの、結
ここも幅も広く、割とこの高さも高いので、本当にものすごくかっこいいシルエットが出来上がりました。でここが今ちょっとサンプルを今私着てるので、ちょっとここの部分がちょっと曲がってしまってるんですけど、量産ではここがしっかりまっすぐなるよう修正されます。その名の通り、全体的に身幅だったり、袖元だったりの幅が広くお作りしているトレンチコートです。ボタンの部分がこの一番上だけこういう風に出ていて、あとは全部こういう風に裏ボタンになっている仕様だったりとか、袖元にはこういう風にベルトループがついていたりとか、なんかこうちょっとボリューム感のあるデザインのところもあれば、こういう風にもうシンプルにボタンとか見せない形でなっている仕様であったりとか、足し算引き算が割と1枚のこのトレンチの中にいろいろ組み込まれている感じでバランスをとっているかなと思いまして、そこもポイントの一つとなります。男女ともに着られるアイテムとしてご提案させていただきたいアイテムの一つです。でこれはカラー展開がこのベージュ一色展開になります。でポーフのアウター類が結構いつも毎回すぐに、ありがたいことにすぐになくなってしまうっていうのが割とこれまでの、なんていうんですかね、これまでの状況だったりとかするので、そういうことも少し頭に入れながらご検討いただけたらと思っています。冬とかは本当に首元が暖かいだけで全然暖かさっていうか体温の変わってくるなってすごく思うので、はい、この辺りまであるのもすごく可愛いかなと思います。ということで、何回かに分けて今回の新作を YouTube の方で紹介していこうかなと思ってるんですが、一旦第1弾は YouTube の第1弾はこの辺でご紹介は終わろうかなと思います。引き続きポーフのポーフのサイトの方もリニューアルして今回のコレクションからお届けしていって、より皆様にポーフでのお買い物を楽しんでいただけたらなと思っていますので、引き続きよろしくお願いします。